なんかこう、あーっていうホイッスルっていうよりは、ホワーまあこんな感じかな。この番組は、今日のスポンサーの提供だ。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノお兄さん、魔法でございます。最近あの暑すぎてちょっと僕溶けてないかなって心配なんですけど、大丈夫、残ってる、大丈夫、あ、大丈夫、あ、よかったよかった。まあそんな暑い夏にぴったりなこのね、スクリーム図鑑 T シャツね。ああ、このスクリームの名前が、デスボイスのね、名称が全部全種類書いてあるっていう。これあのサイズによってはもうちょっとほぼほぼ在庫1点とかになってるのもありつつなんですが、まだあの若干数残っておりますので、ぜひ迷われてる方お買い求めいただければと思います。すいません、いきなり宣伝しちゃって。今日はですね、まあ有名スクリーマーの方のまあデスボイスボーカリストというかね、デスボーカリストというかの発声分析をしていきたいと思います。というわけで、今日はまあ皆さんね、大好き、時折このチャンネルでもね、お名前を出させていただいてるんですが、ディル・ワン・グレーの、キョさんのお話を今日はお送りしたいと思います。まあ元々ね、ディル・ワン・グレー、キョさんのファンの方々はもちろん、まあいろんなね、デスボイス関係の発声について知りたいとか聞いてみたいとかいう方々も、あの最後までご覧いただくと結構なるほどなとか確かになとか思うこともあると思うので、ぜひぜひね、最後までお付き合いいただければなと思います。このチャンネルでは日々こんな感じで発声関係のお話や、歌ってみたの動画などをね、上げたりしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひよろしくお願いします。というわけで行ってみましょう。まあまあね、てなてなわけでやっていきたいなと思うんですけれども、僕ツイッターとかもやってまして、なんかね、こんなツイート昔してたのをね、ちょうど見つけて今日ね、この動画撮ろうかななんて、思った次第なんでございますけれども、まあね、結局ね、このツイートのね、文章を見てもご覧いただいてもわかる通り、結局めちゃくちゃいっぱい発声使ってらっしゃるんですよ、キョさんってね。もう本当にね、細かすぎて、もういろいろありすぎて、もう10分、20分じゃ聞かない、もう5時間の動画になってしまう可能性があるので、まあいろんな発声がね、ある中で、まあ今日は、デスボイス関連に限定して大きく4つに、分類してみました。まあそれをね、一つ目から順々に、発表というかお話ししていきたいと思います。まず1パターン目、響き豊かなローでございます。まあ、ローっていうのは低い音のことですね。まあ、なんと言ってもまずこれが来るんですよ。今日さん、いっぱいいろんな発声があるんだね。まずこれが、なんだろう、大黒柱というか、まあ、もちろんクリーンが貴重とはなってるものの、デスボイスの中ではこれ僕大黒柱だと思うんですよね。まあ、作品で言うと、ディラン・グレイの作品で言うと、まあ、ウロボロスあたりからベースができてきてて、もうなんか近年よりそれが凶悪になってきたみたいな感じだと思うんですよね。もう本当に響きが豊かで、もう太いのよ。めちゃくちゃ太いの。もう、リシャールでシャンパンタワー入れちゃうぐらい太いから。もうそれは。こっちとら。ドームですかみたいなさ。広いですねみたいなさ、感じするよね。音聞いてると。で、まあ、出してる体感と、ご本人のね、出されてる体感としては、まあ、なんかこう、密度がキュッて詰まってて、すげえロングトーンできる、密度濃いぜみたいな感じっていうよりは、どっちかというと、このなんか抜け感みたいなものを重視して作るってらっしゃるのかなとは思います。まあ、その、ライブをこなす、もちろん方なんで、それのダメージ量とかも考慮して、まあダメージというかなんだろう、まあ疲労感というかね、その辺を考慮しての、まあサウンドなのかもしれないんですけど、そっち寄りだと思うんですよね。で、スクリームってもうなんかいろんな音がさ、混ざって聞こえるじゃないですか。皆さんもね、聞いててなんとなくわかると思うんですけど、いろんなさ、その成分が混ざってて、まあ今日さんのローは、ローはめっちゃローだし、ハイはめっちゃハイなのよ。わかる？なんか、振り幅がすごいというか、その1個の音なのに、1粒で2度美味しいじゃん、みたいな。感じの結果、その太さ、みたいな。ここの振り幅分の太さが出てます、みたいな。見た目は子供、頭脳は大人、みたいな。多分これ違うと思うんですけど、マジでね、この、キョウさんのローは安定感ある、ほんとどっしり、ディルの世界観を支える、もう大きな一個の柱になってるって思うんですよね。っていうのが、まあ、ローで、二つ目なんですけど、つんざくような、ハイ、なんですよね。これまたね、さっきのローと対照的なんですよ。対照的、真逆というか、さっきのローはさ、もうこれぐらいの太さがあるとするじゃん。もうめちゃくちゃ太い、もうどぶとい感じだと思うんだけど、このハイはもう、こういう感じなんですよ。こういう感じなの。偏差値今2ぐらいしかないよ、僕大丈夫。こういう感じ。わかりますか？かなり細いんですよ、さっきのその、ぶっといローと比べるとめちゃくちゃ細いの。この細さに関しては、喉の空間ごとめちゃくちゃ狭く使ってるんだよね、おそらく。で、あのキンキンしたサウンドを作ってらっしゃるんだろうな、と思います。で、実際出してる感覚としても、
あの抜け感っていうよりはまたさっきのローの対ローとは対照的で、こう密度感みたいなものがかなりあると思います。ちょっと苦しさすらあると思うんだけど、場合によってはまあそれすらもうそのディルのなんだろう、演出する悲壮感みたいなものとかにさらにそのブーストをかけるいい材料にすらなっちゃってるみたいなね感じがしますよね。このハイの出し方は結構試行錯誤したんじゃないかなって思ってて、っていうのもね、あんまり王道的な出し方ではねないんですよ。そんなにね、ある程度のセオリーには乗っ取ってるんですけど、そういう攻め方なんだみたいなニュアンスを感じるんですよね。デスボイスの先生やってる僕としてはですね、まあなんか王道の感じで、例えばディルの曲のディファレントセンスの歌詞とかを追ってみると、嫌いの中がスマホで嫌うのさロックは尽きれいみたいな感じだと思うんですけど、京さんのハイは嫌いの中がスマホで嫌うのさロックは尽きれい。まあこんなちょっとニュアンス感じません？これがまあ結構王道系のサウンドと、まあ、割と京さんのハイの割と違いになるところなのかなとは思います。でディルってローがあるじゃないですか、さっきのローがさあって、あんまりこの、まあ、間がなくて今のハイなのよ。だからこの高低差ね、耳キーンみたいなこの高低差が結構好きあとスコなんだ。はい、スコですね。で次3つ目なんですけど、これはね、なんだろうな、近年かなり頭角を表してきてるなって僕も思うんですけれども、ガナリね、ガナリ。こういうガナリ系のサウンドなんですけど、これ最近結構使ってらっしゃいますよね。うん、なんか時期的には人間を被るぐらいのあたりから割となんかそのよく耳にするようになったり、ライブとかでも多分そうだと思うんですけど耳にするようになったし、京さんのあれかっこいいですよねっていう人もなんか増えてきたように思います。まあなんかこれ正式にはスクリームに分類するかどうかってまあ微妙なところが実はあって、なんかギリギリスクリームになんかその様式的には分類されるのかなみたいな時と、まあこれはガナリだねみたいな時が混ざってはいるんですけれども、まあ総称としてガナリっていう風に今回はさせていただきました。これね、あの喉にいいかって言われるとまあ良くはないんですよ。あんまり正直あまり良くはないことが多いんです。ただまああのマイクにもよく乗るし、やっぱすごい迫力あるしかっこいいじゃないですか。なので多分ダメージ逃がそうと思えば逃がすこともできなくはないので、多分その辺コントロールしながらライブとかでもすごく高頻度で使ってらっしゃるのかななんて思うんですけどね。生徒さん、僕の生徒さんとかもね結構この声に憧れる方多いんですよ。多いんですけどね、これ無理にやると結構喉痛めることが本当に多い、トップ3には入るぐらいの感じなので、まあ練習しても全然 OK だと思うんですけど、気をつけて、その初心者の方特に気をつけて、あの練習してあげると、もう子犬だと思ってください、ここ。ご自身の喉をね、子犬だと思って、あの練習してもらえればなと思います。ってことで、今度最後なんですけど、まあ皆さんもうここまで来たら、わかるよね。そう。ホイッスルボイスね。ホイッスルボイスですよね。もうこれはもう、京さんの代名詞といっても、過言ではないと思います。作品で言うと多分、マローぐらい。マロー・オブ・ア・ボーンあたりで使われ始めた。はず。多分。これの出し方に関しては、まあ、高い音をよりこう上げてった時に突入する、大気圏に突入したパターンのホイッスルの出し方なので、まあ、割と王道な感じのパターンかなとは思います、出し方としては。なんかこう、あーっていうホイッスルっていうよりは、ほわーまあこんな感じかな。ちょっとこれもちょっとぶっとさよりは、ひたすらに鋭い感じというか。ホイッスルって、特に出せ始めの時ってめちゃくちゃコンディションに左右されるんですね。声帯がちょっとでも重かったりとかむくんでたりすると、あんま出ないんですよ。出なかったりするんですよ。それもあってなのか、あえてなのかはわからないんですけど、まあ京さんも割と時期によって出方が結構変わっていて、すごいノイズが乗ってる時と、まあそれなりに乗ってる時と、全く乗ってないめっちゃ綺麗な時があるんですよ。あれわざとなのかな？でもなんか、まあそういう風になるのかわからないんですけど、あれコントロールしてたらもうマジの化け物ですよ。本当に。まあこれ本当にあの、京さんが京さんたるゆえんの一つでもあるというか、憧れる方も非常に多いんじゃないかなっていうのが、まあホイッスルボイスですかね。というまあね、4種類を京さんは使ってらっしゃるわけですね。まあとにかく、いろんな声を使ってるんですよ。もう自由自在にもう喉操りまくってるっていう。マジで半端ない。で、まぁ、さっきも言ったんですけど、クリーンも、いろんな表現があるし、もう音域もめちゃくちゃ低いとこからめちゃくちゃ高いところまであるし、なんかカラオケとか行っても、普通に、ハイ E とか、ハイ F、E5 とかさ、F5 とか、出てくるし、ホイッスルも入れたら、ハイハイハイ C とかさ、ハイハイハイ息が、あ、出てきた、みたいな感じで、
ポッポぐらいの、なんか、出現頻度で出てくるから、歌える人いないっていうね。でもそういう曲をさ、もうライブで1時間2時間、まあ、もしくはまあ3時間近くさ、やってらっしゃることがあるっていうのは、もう本当に言葉が出ないですよね。まあ今日ね、解説した、ご紹介した、京さんの発声のパターンっていうのは、ある種のその完成形ブラッシュアップされきったものではあるので、いきなりそこから、その完成形から真似しようと思っても、絶対に出ないので、いきなり多分、この感じからいくと、もう喉痛めちゃう、ほぼほぼ確実に痛めちゃうと思うので、そこだけは本当に無理せずに、ご自身のできるところから、積み上げていって、近づいていくつもりでやっていっていただきたいんですよね。で、なんかその、ハイとかガナリ、で、ましてや、ホイッスルとかに関しては、なんかもう、歪みありきっていうよりは、もうどちらかというと、もうクリーンの引き出しというか、普通にその喉のポジションを割となんか、なんかこういう感じとか、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 こういう感じとかさ、いろんなポジションで喉を操っていくというか、その振り幅をつけていくっていう方の方が、大事なんですよね。ほら、京さんってやっぱその、いろんな声の幅で歌われるじゃないですか。クリーントーンの時とか。あれって実はめちゃくちゃスクリームに関連してるんですよね。結局そのクリーン×歪みのイコールその人の種類になってくんで、もうなんかほんと資本主義というか、もう表現の幅が表現の幅を生んでるんですよ。はい、まあそんな感じでね、進化に進化を続けるボーカリスト、イルマングレーの京さんについて今日お話しさせていただきましたけれども、まあね、元々のファンの方々はね、共感してくださったりとか、いや、お前何言ってんだ、これ、ここはこうだろうとかね。まあなんかいろいろ思ってくださったりとか。まあね、もともとあんまりそのデュラン・ゲレンの曲に、あんまり触れてこられなかった方とかもいらっしゃるとは、少なからずいらっしゃるとは思うので、その方々が、お、そんなのあるんだ、ちょっと聞いてみようかな、みたいな。もうちょっと深掘りしてみようかな、みたいな感じの、きっかけになってくれたら、幸いでございます。デュラン・ゲレンの公式チャンネル、YouTube チャンネルね、概要欄の方に貼り付けておきますので、ぜひチェックされてみてはいかがでしょうか。ぜひぜひね、今日の動画参考になったらという方々、ぜひ、グッドボタンと、それからチャンネル登録まだお済みでない方、よろしくお願いいたします。あと、Twitter、Instagram などもやっておりますので、SNS 関係のフォローも、ぜひよろしくお願いします。というわけで、デスノー兄様本がお送りいたしました。バイバイ。